こんにちは、サロモン三越です。チェナナイチアーチブーツの最新プロダクトの説明していきたいと思います。個人的に一番おすすめなのが去年から展開し始めたハイファイというブーツになります。で、このハイファイブーツなんですけども、うちのブーツの中でも一番パーツの点数が少ないので、足を入れた時の足当たりの良さ、なんか狭いなとかそういったものがなくて、非常に足当たりのいいブーツに仕上がっています。で、特徴としてはベンディングテストっていうものを、うち開発の時に行うんですけども、ベンディングテストっていうのは、ブーツの前に倒れる回数を、はい、測るテストなんですけれども、このブーツのバックパネルの部分ですね、ここですね、 TPU っていう新しい素材を、使ってあげています。ちょっとこうやって付けるパーツなんですけれども、このパーツを用いることで、ベンディングテストを1回目から12万回目まで同じフレックスレベルを、維持してくれたっていうのが、一番特徴かなと思います。なので、僕らはへたらないブーツっていうふうに言っています。で、それだけじゃなくていろいろな機能が兼ね備わっています。センシフィットパネルって言って、うちのアウトドアの、靴なんかに使っている機能なんですけども、インナーもアウターも一緒なんですけども、要するに紐を引っ張ってあげると紐が後ろにも回っているので、後ろからと下から紐をこうやって引き上げてくれる、足全体を包み込んでくれるのがこのセンシフィットっていう、機能になります。それともう一つですね、シャドウフレックスといって、板のパーツが真ん中で分かれてます。ここの部分は非常に柔らかい素材になっているので、前はもちろん横の動きっていうものも妨げない。なので、僕たちが一番推しているシャドウフィットっていうバインディングがあるんですけれども、その、バインディングと、一番相性がいいだろうと思っているのがこのハイファイというブーツになっているので、ぜひ、試してもらえたら嬉しいなと思います。